皆さんこんばんばは津軽三味戦争者の久保田裕二でですすここんんばはアティクトの番組は東京から世界へをコンセプトに上質なエンターテインメントを発信する集団ザ・ファクトリー東京のメンバーがパーソナリティとなってお送りします新東京商店街は昔ながらの商店街のようにあらゆるジャンルの専門家クリエイターが集まってそこから新しいコミュニティが生まれ新たなものづくりを展開していくそんなコンセプトでラジオ番組をお届けしますもう夏だよ いやなんかでもその冬から春夏までのこの距離感がなんか長く感じました、うん、まあ内容が濃かったんでしょうね多分全部自分でまとめたねそれでは「新東京商店街」オープンです「t h e f a リ t o r y がお送りしている「新東京商店街」本日のゲストをご紹介しましょうワークス・オブ・ワンダーランド代表の MC あまりさんです よろしくお願いします。いい声してるよね。本当ですか。のっけからね。<laughs> 今さらに今ワントーン落としてきたね。ありがとうございます。MC あまりさん、アーティの方からいつものようにプロフィールをはい。はい。お願いします。 MC あまりさんは一人で全く異なる2つのキャラを使い分けるダブルフェイス MC というスタイルで企業イベント、結婚式、音楽フェスでの司会またテレビ、ラジオ番組のナレーションなど多方面で活動していらっしゃいますダブルフェイス MC という2つの顔を使い分け新スタイルの司会者として会場を盛り上げる新世代のエンターテイナーです。はい、いいありがとうございますさ、はい、さてさて 実は僕たちの手元にはね、MC あまりという名前の他に、そうなんです。もう一つキャラクターというか名前がありますね。名前ありますね。そうなんです。MC 和オキツネザルさん。はい。これはどういったことなんでしょう。はい。えっとですね、まずあのこのダブルフェイス MC って勝手に自分で作ったジャンルなんですけども、今あのこのラジオに出させていただいているの MC あまりというですね。どちらかというとこう フォーマルなどんなものでも使えそうなただの人間のハマりで生きているんですけれどももう一つのキャラクターがマダガスカル島に生息しているワオキツネザルというお猿さんがいるんですけれどもありがとうございますなかなか知らない人も多いんですけれどもそのワオキツネザルをモチーフにしたコミカルなキャラクターの MC ワオキツネザルというキャラクターで MC をしています。 今いるのは。今いるのがあまりさん。あまさんね、はい。ちなみに。<laughs> ワオキツネザルさんは呼んでも大丈夫なのかなあ、もうあの表意することができますのであ<ー><ー>すぐ呼んですよ呼んでみます <laughs> そうだねちょっとアーティー <laughs> ちょっと呼んでみて MC ワオキツネザルさんですはいみんなこんにちは新東京商店街をご覧の皆さん聞いてるだけかまあ見てないよねアレクシは MC のワオキツネザルと言いますアマリと一緒にいろんなイベント盛り上げたりこんなラジオに出たりしていますぜひ覚えて帰ってくださいね <laughs> あれアマリさんはいはいはいアマリさんはいアマリです戻 できた <laughs> こういうことですねうですこういうことですよすごいなので例えば、うん イベントによっては前半アマりで後半ワオキツネザルでっていう依頼があったりとかして結婚式でもありますねそういうの,あの僕ら手元にね、はい、ワオキツネザルさんとアマリさんの2つのお写真を今見せていただいてるんですけど完全にビジュアル違いますよねビジュアルが違うそうなんですよなので今ちょっとラジオだとなかなかビジュアル伝わらないと思うので,うで、ね、じゃあ前半例えば今のこのアマリさんの状態で出てはい、はい 後半はワオキツネザルさんになって現れるっていうようなこともあるありますありますその代わりやっぱりワオキツネザルになるためには30分ぐらいかかうですね。そうですねぜひラジオご覧の皆さんは m c ワオっていうのが WOW の「ワオっていう言葉のワオにカタカナでキツネザルなのでそれをちょっと調べていただいたらそうですねザルの顔が見れますのでちょっと調べていただきたいなと。 面白い面白いねこうやって2つのキャラクターを使い分けるってなかなかそのキャラクターの使い分けをお仕事でっていうのなかなかねできないことじゃないですかどっかで出ますよね出ますねなのでやっぱりすごいこういった僕は最初からこれ面白いなと思ってやり始めたのが意外と需要があって例えばこの「 ちゃんとした例えばマイクロソフトさんのイベントによく司会させていただくんですけれども、はいはい、えベンチャー系の発表の場っていうものですと、はい、あまりでお願いしますと言って、はい、でマイクロソフトさんで1000人規模のパーティーをやるって言った時はワオ、はい、キツネザルさんでお願いしますみたいなこともあるんです。 いいね。いいですよね。いいね。二人で稼いでる感じだね。そう。ワオキセざるのことを僕は彼と呼んでます。彼は彼で。独立していますので。えそうなんです。このまあこれまでの活動というかその MC を始めたきっかけってなんだったんですか。もともと僕バンドマンだったんです。ロックンローラーでボーカルですか。一発のロンゲのボーカルだったんです。ハードロックに感銘を受けてなんか。 自由なこととをしたいとうん、うん、フリーダムじゃなくてリバティをしたいと思った時に、はい、ちょうどその時に「ヘドビグ・アン・ザ・アングリンチ」っていう映画に出会って、はいはい、でそれでロックンローラー、うん、それグラムロックスターの映画なんですけど、はいはい、それを見て、はい、こんなことしていいんだロックってと思ってえと大学に行くときに音楽を始めて。はい、で 8年間やったんですかね漫画の活動を結構長いですね一切売れなくてですね、まあ、<laughs> まあまあなかなか難しい世界なんでま,まあ難しい世界だと思うしそううタイミングもあると思うんですよねで,す、はい、で一番こうやってて感じたのはライブ中の演奏している時よりも、はい、間の MC が盛り上がるんですよねへえで なんかそっちの方面行けんじゃないのという声が周りから上がった時に今僕結婚してるんですけども、はい、僕の今の妻と、はい、そして僕の祖母が、はい、司会者ってどうなのっていうふうに言ってくれたタイミングで。 バンド解散になってじゃあちょっとそういったご依頼があったので受けてみようと思った時に今まで自分は主役としてステージに立ってたのが主役が言ってほしいこととかそういったことが全部分かった状態でサブに回れたのですごく反響があったんですねすごくそれ言ってほしかったんだよねとかこういう盛り上げ方待ってたんだよねっていうのを確かに僕それしてほしかったもんなと思うのをやってたらすごくこうはまってなんて面白いんだと。 はあ、思ったんですこんだけ反響があるっていうことが認められるっていうのが嬉しくてあ、うん、であの司会をやってみようっていうのが司会者を始めたきっかけなんですけども、はい、そこになぜワオキツネザルというキャラクターがあったのかというとその僕がバンドやってる時に YouTube がいろんな表現方法としての道が開けてきた時期だったドで。も みんなこう表現の場として YouTube をプラットフォームとして使おうとしていた時にただ「バンドやってます皆さん見てください」ってやるんじゃなくて架空のラジオ DJ が僕らを紹介しているっていうような YouTuber みたいなことを当時まだなかったんですけど YouTuber って言葉がそれをやろうと思った時に僕動物好きなので動物をモチーフにしたキャラクターやろうと思って小さい頃から大好きだったワオキツネザルっていうものを。 やっっぱり使いいたなと思てワオキツネザルのワオって輪っかの「オ」って書いて尻尾がしましまなんですけど輪っかの「オ」の「ワオ」なんですけど僕の場合は「ワオ」っていうハッピーになる「ワオ」のキツネザルでやってみようっていうので生まれたのがワオキツネザルだったんですよ。でバンドをやめた時に周りから「えでも MC ワオキツネザルは続けるんでしょ?」ってみんな当たり前のように言ってくるのでよっと。 てみようかなみたいなので、はい、そのままダブルフェイス MC が生まれたんですよね<ー>すごい,れ <laughs> すごいまあでも今のその、ね、奥様とあと祖母の方からその MC をやったらどうなのかっていうのがその一言がなかったら逆に。 やっってななかったかたもしれない、うん、そうですねあのまた音楽という道で、うん、もがいていいてたかももしれなでですねそれってご自身にとってもめちゃくちゃ、ね、今となっては嬉ししかった瞬間ですよね。自分に価値があるんだっていうのは、うんうん、自分の得意なことで認められた瞬間ってすごく嬉しくて、はあ,あこれなんだ ってバンドを辞める瞬間に妻がガッツポーズしてましたからねはい、はい、あんたは音楽では売れないと、えー、でも司会者なら上に行けるいい話だね, <laughs> ねんそんなふうに後ろからさそうす、ね、こうちょっとケツ叩かれながらさ違う違うとかって言って、うん、それで今しかもねちゃんとお仕事としてそれが成り立っているっていうのは感謝でしかないですよね。 今この話してるとき、まりさん、めっちゃ笑顔なんですね。<laughs> これ画面で伝えたいわ、<laughs> すごいキラキラした笑顔。キラキラしてますね。へえ、いい話。ありがとうございます。 えでも僕の中では、はい、やっぱりワオキツネザルがどうしても引っかかる部分があって、えー、<laughs> 多分知らない方多いですよねそうですね先ほどもねちょっと番組始まる前にお伺いしたら、うん、知らない方がほとんどなんじゃないかっていう話だったんですけどうそうなんですよ <laughs> MC ワオキツネザルはもとよりそのモチーフになっている、はい、動物のワオキツネザル自体がそうですよね知られてないというかきっとでもこれを言ったらみんなわかるのかなと思うのは映画のねアニメ映画の「はい。 えー、マダガスカルという映画に出てくる、はい、キング・ジュリアンというキャラクターが、はいうん、踊るのスッキスッキですよねそこがすごくみんなとしては見てはいるはずいるはずですよね、うん、一番あのメインというか主役なのかお前はってぐらい出てきますからね <laughs> <laughs> あと意外と日本の動物園の、はい 30個以上の動物園でワオキツネザルが飼育されてたりとかするので、うん、日本にも動物園で見れる場所があるんです、ね、はいそうです<ー>例えば都内だと上野動物園であるとかそうなんですねあとは埼玉の東武動物公園さんとかにもいますね。 ぜひこの番組を聞いてワオキツネザルでハテナが出た人は、はいはい、ぜひ検索してみてほしいなな夏休みに行っていただきたいですねでそうですねそしてそしてそのワオキツネザルさんのやっていたこの MC がマダガスカルの大使館公認キャラクターはい、はい ここれれどうううい流ででなるんすか僕ずっと認められる前まではずっと非公認観光大使だって言ってたんですよ。でさすがにこれはダサいなとマダガスカルについて調べていくうちに大使館さんって意外といろんなイベントされてるんですよ。やってますね。でそこに一回参加して直接職員に売り込もうと思いましてでマダガスカルの旅行会社がこういった旅行ツアーやってますよっていうようなイベントやってた時に。 見に行ったんです、はい、そうすると周りはもうほとんど、まあ、引退された、えー、お年を召された方々ん、うんはい、やっぱりそのお金を持ってていやもうアメリカとかハワイとかイ,とイギリスとかもう違うとはい、はい、もっと未知の世界に行きたいよみたいな方々がばっかりだったんですよ。若いい人僕しかいなくて、はい、でその中でやっぱ目立ってたみたいで「はい、で君は何で興味があるの?」っていうふうに当時の文化観光館の方に話しかけていただいて「はい、いや実はこういった活動をしていて。 っっていうのを言たたらもう爆笑されましたね <laughs> で何かイベントある時はうちの大使館使っていいよっていうふうに言っていただいてそれを鵜呑みにしてじゃ大使館でイベントやるから僕を観光大使に認めてくれっていうふうに言いに行ったんですよそのままそうすると前例がなさすぎるって言われて <laughs> じゃどうしたら認めてくれるんだっていうので,で観光大使になると 本国の許可も言う大使館から認められるとしたら今の君の活動を認めることはできるっていうふうに言っていただいてただそれも何か実績がないとねっていうことを言っていただいたので分かりましたじゃあ一緒にイベントやりましょう。でも大使館さんっってやっぱりその国の国 期間なので自由にでできるわけじゃないんですよ、ええ、であのお金も使えないので、ええ、じゃあもう僕らがやりますと、はい、でその時に出会った CSR 協会というですね、はい、一般社団法人の CSR 協会の松村さんという方と一緒にマダガスカルイノベーションっていうプロジェクトを立ち上げたんです<ー>それはマダガスカルの人と自然の共存と共栄っていうものをテーマに、はいろ、はいろとそういう イベントだったりとか動画を配信したりとかっていうことをやっていこうっていうプロジェクトなんですけどはい、はい、それの第一弾として大使館と一緒に共催で池袋にあるサンシャイン水族館を貸し切ってマダガスカルのイベントをやろうとほういうことをですね去年の6月24日にやったんですあじゃあもう1年約1年前です、ね、ですすねそうなんです、ね、6月26日ってマダガスカルの独立記念日なんですそ<あ><ー>そうなんだ、はい、でそれの2日前に 我々は金曜日の夜ですね、はい、金曜日の夜に、うん、えとそういったマダガスカルに興味がある人とか、ええ、マダガスカルに関係してる人たちをこうマダガスカルのイベントに呼ぼうと、はい、でもせっかくやるんだったら面白いことしたいよねでサンシャイン水族館には去年までいいたたんんででですすすよ、はい、え水族館にそう牧場の、えー、とこに飼育されてたんですけど<ー>ちょうどこのイベントの企画中に くなっっちゃたそのほかには放射ガメっていうカメもマダガスカルさんのカメも飼育されてらっしゃってやっぱりそのマダガスカルに触れ合える都内の場所だということでサンシャイン水族館を貸し切って夜にナイトアクアリウムを見ながらあのでっかい水槽の前でステージ立ててこれもなかなか知られてないことなんですけどハーゲンダッツのバニラって全部マダガスカルさんなんですね。っていうのもあってハーゲンダッツさんのとこに直接直談判に行って。 共産になってくれとさすがにターゲットが違いすぎるって言われて <laughs> でもなんとかお願いしますって言ってあの僕が押したらですね、はいはい、じゃあマナガスカルのバニラを使ったアイスを当日、うん、あの配る協賛をならできるとて言っていただいて<ー>で当日来場者様にハーゲンダッツの,あのバニラアイスを配ったりとか、はいはい、であとはこれは福生市にある、はいえー、カメレオンカフェっていうのがあるんですけどもはい、はい、これが。 クレイジーゲノさんんって言うですけどマダガスカルのカメレオンだけを取り揃えてるカメレオンショップがあるんですけどそこでもカフェになっててそこの皆さんにもご協力いただいて当日生きてるカメレオンを連れてきてもらって皆さんと触れ合っていただいたりとかあと農大の進化生物学研究所さんが持っているバオバブとかマダガスカルの植物持ってきてもらって触れ合っていただいたりとかっていうものをしてトークセッションしたりとか。 はいはい、青年海外協力隊の方に来てもらったりとか、うん、マダガスカル人の学生に来てトークセッションするみたいなことをやってそこで初めて認めていただいたんです。はあ<ー>、ね、意外とこういろいろやった上で <laughs> やってますね。なんかちょっとさっき話を伺ったらワオキツネザル自体が今絶滅の危機にあるというふうにちょっと伺ったんですが。 WWF さんの、はい、えと研究によると残り30年で今発見されている95%のキツネザルたちは絶滅して、はい、バオバブもあと30年で見れなくなるっていう風うに言われてるんですね、はい、このまま何もしなければ、ね、30年ってすぐですよねそうなんですやっぱりその 住む森もどんどん減っていったりとかあとはそのバオバブもすごい大きい木なんですけども乾燥に強いんですけどすぐ近くに開発があってプランテーションができちゃったんですよで水が引き込まれて根腐れをしちゃってそこにハリケーンとか来ちゃって倒されちゃうとかはあっていうことを知った時にせっかく僕はバオキツネザルが好きで仕事にしていてこんなに大好きなのに。 何かできないかなと思って今、立ち上げさせていただいたクラウドファンディングであのマダガスカルにワオキツネザルが行くっていうドキュメンタリーを作る今企画を立ち上げ中でしてキャンプファイヤーさんというですねえクラウドファンディングのプラットフォームを使用してえ今、資金を集めているところで、えー、マダガスカルに行かれるっていう。そうです10月の1日からえ渡航して1週間半 あっちに行きましてその野生のキツネザルたちだったりとかあとはそのいろんなカメカエル、うん、カメレオンの宝庫なので、はい、そういった動物たちであるとかあとはそのバオバブだったりとかうん、うん、多彩な植物はもちろんですけどあとはマダガスカルの人々、うん、環境というものをちょっとあのこんなにインターネットが。 普及してるのにマダガスカルは知らなないいじゃないですか、うん、確かにそのマダガスカル島について調べたことっていうのはないかもしれないですねでもそれってしょうがないなと思ったんですこう知ろうとしないって悪だとは全然思ってなくてはい、はい、この知らないをぜひ僕がフックになって、はい、あの面白いやつが何かやってるぞマダガスカル、うん、興味あるなっていうので、うん、少しずつこう興味がある人を増やしていきたいっていう一歩にしたくていやーでも大事な活動ですねありがとうございます あのね、そのもちろんもちろん大使館公認キャラクターっていうのもあるとは思うんですけど、はい、僕らはそのアニメでそれこそ、ね、マダガスカルを見てワオキツネザルの,、はい、のキャラクターを見てで実際のやつを調べたりとか僕もしたことはあるんですけど、はい、そういった動物の生態とか。 ね、その絶滅の危機に瀕してるってやっぱりテレビを見てる何かの情報でしか、はい、その調べることも自分からねまさか調べることもそんなにないので,、はい、でそうやって自分が好きな、ね、キャラクターというかう、ね、動物を自分自身があのキャラクターとしても使っているし、はい、だからこそ。はい ね、本人たちに会いに行きたいっていう気持ちと助けたいっていう気持ちから生まれたそのクラウドファンディングですもんねやっぱり動物が好きっていうのがやっぱり根源にあるんですけど、えー、絶滅っていう言葉を絶滅させたくてそうですね、はい、そうですねうんうん、うん、それがまず僕にできる第一歩なのかなっていうふうには思ってはいるんですねはあ、うん、これぜひねあのラジオを聞いていただいてる皆さんもはい これ締め切りはいつまで,なで一応ですね7月の末に締め切らせていただきますので、はいはい、ぜひ MC ワオキスネザルに最初興味を持ってもらって、はい、あとこんな面白い動物植物、うん、そしてバニラが有名なんだっていうのでマダマスカルを知っていただいてでその魅力だけじゃなくて課題を知っていただく、はい、そしてそれを何か手助けできないかと思う方々に僕はこう、うん、僕一人の力じゃ絶対に救うことも変えることもできないので。ええ <laughs> あの僕を応援してくれる方々に後押ししていただいた代表としてマダガスカル島に行ってまずはありのままのマダガスカルを伝えたいと思ってますいや,ぜひぜひいやもう本当にこれ聞いてる企業の皆さんとかね本当ですお願いしたいですね,ね <laughs> ぜひ MC ワオキツネザル検索していただいて、ね、この活動にご協力いただければなとありがとうございます、ね、さあ今後の展開だとかはい 新しい挑戦だとかっていうのは何かそうですねやっぱり先ほども言わせていただいたんですけど、はいはい、クラウドファンディングそうですねまずはこれがクラウドファンディングで行ったこともない大好きだマダガスカルにワオキツネザルが行くというプロジェクトでマ、はい、ダガスカルを伝える支援をするっていう金字塔を打ち立てるっていうのが今年の目標ですね。はい、でこれは MC ワオキツネザルとしての目標です。はいはい、で余りとしてはまあこのワークスオブワンダーランドとしてはですね、ええ、司会者。うん なななりたたいいいい職業を1位にしたいんでですす<ー>出てこないじゃないですかユーチューバーとか,ーか野球選手とかってあるんですけど司会者ってこんなにかっこいいんだ、うん、こんなに楽しんだこんなに稼げるんだとかね、うん、そういうので、うんうん、夢を与える職業の一つになるように、はい、僕はその最前線を切って、はい、MC っていう言葉を 今どちらかというとヒップホップだったりとかそういったところの MC さんって強いですけど、うんすね、司会者としての MC、うんはい、それを、あのー、一般化させたいっていうのが目標としてありますね。<ー>そのためにはいろんなラジオ、はい、テレビインターネット番組イベントに出てこういった職業あ僕もあんな人になってみたいって思わせるなきゃいけないなと思ってまして、うん、その子をアイコンになるっていうのが、はい、ワーク・オブ・ワンダーランドとしての目標ですね。 今後のの展開等は公式そうですあとフェイスブックツイッターインスタグラム等々であとブログもやってますので、はいはい、そちらの方で報告させていただければなと思います、はい、じゃあちょっと和オくんはいはい新東京商店街をお聞きの皆さんどういかがでしたでしょうかあまりちゃんと喋ってましたやっぱり多かったですよねでもそんなことはいいんですぜひ和オキツネザルと MC あまりの活動ぜひぜひ応援してくださいクラウドファンディング支援してね いや、新東京商店街ニャーって言ってましたねワオキツネザルニャーって鳴くんですよそうなんですかそれもまた新しい情報どんどんこだしすみませんいろいろありがとうございましたはい、新東京商店街本日のゲストはワークスオブワンダーランド代表の MC あまりさんそして MC ワオキツネザルさんでしたありがとうございました失礼します 新東京商店街新東京商店街津軽ジャミ戦争社の久保田裕二とアーティファクトでお送りしていますはいここからはザ・ファクトリー東京のコーナーでございますはい企画でございますね企画でございますよもうもうこれはうん あののの話話話すすするしかかなないいじゃででど作よ、ね、楽曲制作ですよ。先週の放送でですかね来週再来週くらいにちょっと仮の、ね、音源を聞かせられたらいいよねって話をしつつも,、ね、しつつもまあちょっと今日はやっぱもう中身の部分、うん、世界観とかイメージとか、うん、やっぱちょっとお互い話しといて。うん なんかこうシンクロ率を高めていきたいな。シンクロ率を高める。はい。 エヴァンゲリオンですよシンクロしてなければできないからねできないですからうん今日アーティーじだねいいなんか企画コーナーでアーティーがこんなに前のめりで喋ってくれるの俺はすごく嬉しいよ本当ですかもう大体振ったことにしか答えてくれないからないいよ続けて続けていいえなんでたまんねなんでうんなんではいまあやっぱテーマをね全体じゃなくてもいいんですけどはいこういうテーマを ね、意識しながら作っていこうよっていうのを決めたいです、はい、そのライブをやろうとかライブをやるためには自分たちのオリジナルの楽曲が欲しいよねっていうところもあってでもそもそもなぜライブをやりたいっていう話になったのかそういう思いに至ったのか、うん、なぜ新東京商店街じゃなきゃこれがダメなのかっていうところを。 まあもっともっと言ってしまえば新東京商店街をやるにあたってどういう思いでスタートさせたかなんで新東京商店街なのっていうところも思い起こしていくとまあ一つ一つそれをこう点をね線で結んでいくとやっぱり自分たちがやっている音楽とかまあ僕にしてみたら三味線だったりアーティーにしてみたらえートーキング・モジュレーターとか歌とかっていうところそれはそれで自分たちのやっている音楽を 自分たちの思っている未来への想像図に向かって進めていくっていうのがまず一つ音楽家としての、はい、え歩むべき道だとは思ってるんですけどもでも人人って一人じゃ生きられなないいじゃないですか、はいうんね、生まれた時には必ず母親のお腹かから出てくるわけだしそ,、ねうん、そこからたとえ 親子が別れても、うん、でもその後その人って絶対一人では生きないし、うん、誰かにこう寄り添いながら誰かをこうなんていうんだろうな励ましながら生きていくもので、はい、その道筋にある全ての人たちに対してつながっていくところって出会いかなというふうに思っていて、うん、まあラジオを始めたこのきっかけもやっぱり「の明日ラジオ」をやっていた黒石さんとの出会いがあって。うんうんうん でそこからもっともっと、ね、細かくいろいろな人たちとそこでつながっていってじゃあこれだけの人たちが出会ってこれだけのものを持ってる人たちが出会ったんだったら何かができないかっていうのが2月の「ザ・ファクトリーだったわけで,、はいはい、でこの新東京商店街もまさにその出会いの場所として、ねうん、あのやっていきたいっていうのが一番の,あの僕らが目指しているところで。 自分たちが知らないクリエーターの人たち知らないアーティストの人たちと出会うことで自分たちの中でどうやったら化学反応が起きるのかとか、うん、その起きた反応をどういう風にしたら世の中に届けられるのかっていうのがテーマだと思ってるのでうんまあ楽曲制作とか今回やろうと思ってライブのテーマとしては第1弾は出会いでいいんじゃないのかなという風に思っているんですが、はい、どうでしょう いいいと思いますまずは楽曲とかライブの構成とかというよりも、はい、じゃあ僕らが出会って一体何が生まれるのかっていうのを考えながら制作をしていくのがいいんじゃないのかなわかりましたありがとうございます大丈夫ですかこんな感じで素敵なヒントありがとうございますはいじゃあ来週,来週です、ね、いよいよちょ,っとちょっとだけ音源公開もう,もうリアルな 途中経過。おお<ー>、まあ、楽しみね。超リアルな途中経過ですけどね。その楽しみちょっと意地悪ですよね。いやそんなことないや。そんなことない, <laughs> なとない。ね。じゃあこの続きはまた来週なのねだだだだだだど。どの辺まで出来上がってるかはちょっとそれはご了承くださいね。超リアル途中経過ですから、ね。それは聞いた人の判断ですよね。<laughs> どこまでね。そんなね。それでもしツイッターとかにいや新東京商店街のあのなんか音が掛けてたけど。 あれ何みたいな <laughs> あれ<何>どっからどこまでか分かんないじゃんって言われたらそれもアーティン責任があるまあその結果は来週、はいはい、お送りしますので、はい、お楽しみに「THEFAKTORYTOKYO、はい」東京がお送りしている「新東京商店街」。 そそろそろエンディングのお時間となりましたエンンディングでございます番組へのご意見ご感想はですねツイッター「ハッシュタグ新東京商店街」というのをつけてつぶやいていただけたら嬉しいなと、うん、皆さんぜひそうですね。ツイッターしてみてください <laughs>、はい、必ず返信します、はい、というわけでですねここまでは津軽ャミ線奏者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしましたそれではまた来週